モンカルムは、フランス海軍のジョルジュレーク旧駆逐艦3番艦。艦名は18世紀の帝徳クルイ・ジョゼフド・モンカルムに、由来し、この名を受け継いだ、フランス軍艦としては4代目にあたる。モンカルムは、DCN ブレスト交渉で建造され1975年12月5日に、寄港、1980年5月31日に、浸水。 1982年5月28日に就役する。1986年6月8日に任務と命名都市の関係を結ぶ。モンカルムはトゥーロンに配備され対戦線を主任務とし、海洋における初任務にあたる。1982年から1986年にかけてレバノンに計8回派遣され、 1990年から1991年には湾岸危機のためペルシャ湾に派遣され金融制裁活動に参加し、1994年及び1995年にはシャープガード作戦のためアドリア海に展開する。2001年以降、普及の自由作戦における海上阻止行動のためにインド洋に展開し、海上自衛隊から洋上補給も受けている。 2008年2月に、ナトー o 各国海軍とフィネックス演習に参加。10月10日には、無人航空機カムコプター S-100 の初着艦試験が行われた。2009年2月に、ランタン2009演習に参加し、ドイツ海軍と海上補給訓練などの実施する。同年7月に、イタリア海軍等とロイヤルマリナー演習に参加。その後国会に入りグルジアや、 ウクライナオデッサを訪問する。2010年12月には、アタランタ作戦に参加するため、ソマリア沖、アデン湾に展開している。防衛省給油相手国官邸名一覧表、EU ネイブフォーウェルコムズ・ザ・フレンチ・デストロイヤー・モンコム、ツー・ザ・ミッション。ありがとうございます。